馬蹄型に崩壊した山体。島原大変被護迷惑とは、1792年5月21日に、被前国島原で発生した、雲仙岳の火山性地震及びその後の微山の山体崩壊と、それに起因する津波が、島原や、対岸の被護国を襲ったことによる災害である。新月の夜かつ大潮であったことで、大きな被害となった。シミュレーションによれば、 三大砲開始から終了までは180秒程度と想定された。1791年11月頃から、雲仙岳西側で、有感地震が多発。震源が徐々に普賢岳に向かっていった。1792年2月10日、普賢岳で噴火が始まり、溶岩流や火山ガスの噴出も見られるようになった。 溶岩は2ヶ月かけて2キロメートル、千本木と呼ばれた、ブラクまで流れて止まった。穴挟ま谷と呼ばれる山中の谷を埋めたとされる。1792年4月1日から1週間ほど、地震が群発し、普賢岳から火が吹き、吹き上げられた石は、雨のごとく、地面に降り注ぎ、また前にそびえる、眉岳、天狗岳に落石し、地割れが各所で起こった。その後、 地震は島原の近くに震源を移し、有感地震が続いた。4月21日からは島原近辺での地震活動が活発になった。5月14日までに群発地震は収まったが5月21日の夜2度の強い地震が起こり、美山の南側部分が大きく崩れ、3億4000万立方メートルに上る。 大量の土砂が島原城下を通る有明海へと一気に流れ込んだ。なお、崩壊前には、楠木平で地下水の異常な上昇があり、上昇に気がついて避難した者もいた。微山崩壊の原因については、微山の火山活動によって直接起こったものか、雲前岳の火山性地震によって誘発されたもので、あるかは現在でも定かではない。崩壊後、上野原には、 自噴意を生じた。また、美山には、六筋の剣割が生じ泥水が噴き出した。六月昨日には、普賢岳山頂で再噴火。地震の度に、美山が二次崩壊。諸説あり、未解明であるが、火山爆発説は、完全に否定されている。地震崩壊説、大森ふさきち火山爆発説、駒大久尾、佐藤殿蔵局所的自滑り崩壊説。 大田和也縁故地滑り説、片山忍1999年には越えずから、崩壊前の山体の復元が試みられた。現在も残っている天狗山は、当時780メートルと推定され、溶岩ドーム上の山体であった。崩壊前後の断面図より4.24億、立方メートルと推定された。ただし、研究者により、崩壊土砂量には差があり、 4.4億立方メートル、1.1から4.4億立方メートルなど諸説ある。三大崩壊で大量の土砂が有明海に流れ込んできた衝撃で10メートル以上の高さの津波が発生した。津波の第一波は約20分で有明海を横断して対岸の日後天草に到達した。大量の土砂は海岸線を870メートルも沖に進ませ。 島原川が高さ6から9メートル、肥後川が高さ4から5メートルの津波であったという。肥後の海岸で反射した返し波は、島原を再び襲った。津波による死者は、島原で約1万人、対岸の熊本で5000人を数えると言われている。津波のエネルギーは崩壊した土砂の持っているポテンシャルの1、100から1000程度に過ぎないとされるが、 ここからも陸上に堆積した土砂の量が、花ははだ多かったことがわかる。日後川の津波の素状高は、熊本市の河内、塩屋、地高津付近で15の20メートルに達し、三住町大田尾で、最高の22.5メートルに達した。島原川は、普通お崎花で57メートルを超えたとの記録がある。島原大変日後迷惑による、死者、行方不明者は、 合計1万5千人に及び、有史以来日本最大の火山災害となった。島原地方には、今も多くの映図や、ご記録が残っている。辻吉信、日野高之の研究によると合計1万5千人としているが、熊本県側は5158人としている。この時に、有明海に流れ込んだ岩海は、島原市街全面の旋海に、岩礁群として残っており、 九十九島と呼ばれている。これは地形学的に言うと流れ山と呼ばれる地形である。同じ長崎県の佐世保市から平戸市にかけて九十九島と呼ばれる群島があるが、島原市の九十九島とは別のものである。1991年7月現在、長崎県と熊本県にある供養島や記念碑などの統計は次の通りである。ありがとうございます。